ズバンタム級次期挑戦者決定戦、大崎浩輝 VS 加藤優吾。はい、ナイス、おー
よーし、OK、見えてる見えてる見えてる、おーナイス、ナイスナイス、ガード上げてください、ナイスナイス、おーナイス、ナイスナイス、ナイスナイス、集中、ガード上げて、ガード上げて、
で勝負で勝負アッパーも早く行かないからしっかり構えてよしもう引っかかるぞ引っかかるぞ腹狙いだからよし腹狙いだから腹狙いが今よし左から行けラスト10秒それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ永瀬30対29、赤大崎、ジャッジ北尻29対28、赤大崎、ジャッジ和田29対28、赤大崎。以上3対0の判定をもちまして勝者大崎幸喜。バンタム級王者鈴木雅彦選手への挑戦権を獲得したことになります。ということで、リングの方に鈴木雅彦チャンプに上がっていただきました。皆さん盛大な拍手をお願いします。それではまず、鈴木雅彦選手、この試合も観戦されていました、コメントをいただきたいと思います。お願いします。ライズバンタム級王者の鈴木雅彦です。ではまずは大崎選手と加藤選手の試合最高でしたね。皆さん僕もめちゃくちゃ楽しみになりました。まあでもやっぱりこのライズのベルトの重さとライズバンタム級チャンピオン鈴木雅彦が
一番強いということを証明するんで、皆さん楽しみにしててください。まあ、あと僕と大崎選手の試合めっちゃ盛り上がると思うんで、井戸代表ちょっと大きい会場でタイトルマッチお願いします。まあ、全力で叩き潰します。それでは、ただいま勝利いたしまして、挑戦権を獲得した大崎幸喜選手です。コメントお願いします。おいしいジムの大崎幸喜です。本日はご来場いただきありがとうございました。まあ、今回加藤選手と再戦で、まあ、前回も5ラウンドフルにバチバチにやり合って、もう強いのも分かってたし、まあ、正直今回の試合もバチバチになるだろうなって自分でも思ってて、やっぱ僕と加藤選手お互いがあのベルトに挑戦したいっていう気持ちがあの3ラウンドフルに出た試合だったんじゃないですかね。でめちゃくちゃ面白い試合になったと思うんですけど、どうですか？よかったですか？正直今の試合内容じゃ鈴木選手強いの分かってますし、なかなか勝てないとは思うんですけど、絶対に僕がベルトを奪い取るんで、で間違いなく今日の試合みたいに間違いなくあのバチバチの試合になると思うんで、あのアベマじゃなくてぜひあの会場で見てほしいです。絶対面白い試合になるんで会場で見てください。お願いします。この後僕のお兄ちゃんの試合もあるんですけど、ちょっと長くなっちゃうんですけど、僕去年の10月ここで負けて本当に悔しい思いして、でお兄ちゃんがあのメインでしっかり締めてくれて、まあ、リング上ですごい熱い言葉を言われたんで、僕が絶対ベルト取って今度お兄ちゃんに熱い言葉言って泣かせるんで、皆さんこの後お兄ちゃんの試合絶対あるんですけど、間違いなく勝ってくれると思うんで、今日は大崎兄弟の日にしたいんで、皆さんもっともっとこの後盛り上げて、皆さんでもっと盛り上げてほしいなって思います。本日はご来場いただきありがとうございました。アベマでご覧の皆さんありがとうございました。鈴木雅彦チャンピオン、そして大崎幸喜選手、このお二人の対戦をぜひご期待ください。今一度盛大な拍手をお願いいたします。